こうということで、シングルとしてはとっても珍しい感じなんじゃないかなと。最近のシングルとか聞き直してみると結構こう勢いのある明るい曲とかがとても多いので、ああいう恋する天気図みたいな特徴っていうのは今の私の楽曲の中でちょっと珍しい方だなっていうふうには思ってます。撮影をしたんですけど、晴れを撮ってる時に雨が降っていて、雨のシーンを撮ってる時に晴れていたっていう、ちょっとねお天気が逆になっちゃったりしました。ここのフランスでもかなり急に雨が降ったり、そしてかなり急にこうやって青空になったり曇ったり、まあいろいろ天気がコロコロ動く土地なので、なんだか恋する天気図の撮影のことをちょっと思い出したり